こんにちは。一戸建てを持つとねポストにこういったいろんなチラシが入ってるんですけどもその中でもやっぱりね一戸建てをターゲットにしたチラシっていうのが当然ですけども多くなるんですよねで今回はね災害お見舞いトータルサポートという民間会社の PR 広告です結構しっかりとチラシができていて厚紙っぽくてね感触はいいですよね あの安っぺらいものが入ってたらパッと捨てちゃうんですけどもこれだったらねやっぱりこの紙質だけで読もうかなって気になりますねでその中でもきちんとねあの風風の災害ね台風とかそれから川から水に流されちゃうような水害で土砂災害というふうにまあ私の家ではね3つとも全く縁がないものなんですけどもあと火災とか地震に対してもサポートしますよみたいなまあ通常一戸建ての,その火災保険があれば全部賄えるものなんですけどもでも プラスアルファで災害にちょっとね、えー、ご心配の方にはこういうのがありますよってので紹介してくださいましたね。ただちょっとポスティングのセンスがいまいち、うん、申し訳ないけど悪いと思います。あの私の住んでる地区はこれほとんど関係ないですからね。まあ火事はないでもないですし地震はどこでもね、地震大国日本ですから関係あるんですけども、まあ、それにしても水災っていうのは近くに川があるお宅の方がいいんじゃないかなと思ったり、 風災っていうのもまあ私の住んでるところはね過去50年間台風による被害ありませんからねで土砂災害っていうのも結局家の後ろとか住宅地の周りを山とかそれから河川がこう囲んでる場合はこういうのがあるんですけどもこの大きく表示された3つっていうのはまあ私の地区には関係ないんでちょっとポストのね無駄配りになってると思いますもうこの時点でこういうふうに入ってたらここでもうね捨てられちゃうんですよ で私の場合は YouTube にしようと思ったんで持ってきましたけどもそうじゃなかったらね使わないですよね。で裏をこうパーッと見ると料金が書いてます。まああの私的にセンスがいいなと思うのは表に料金が書いてないことなんですよ。表で料金があったらもうその料金がね もう先入観としてあ金取られてる高いなっていう風になっちゃうんですよでもここで多くの人が不安を感じたりとか必要性を感じた時にいくらぐらいなのかなって興味を持った時にグッとこらえてくれるね心ができてるんですよね、えー、例えば一口円ってて書いてますよねでそうすると何十口かけとこうかなっていう計算になります で年間払いが2万7,600円の例とかそれから1万8,400円の例があってねそれに対してお見舞い金がどのぐらい出るのかってことが具体的に2,000万とか 1, 千数百万とか書いてあるんでこれは割が悪くないよねって感じになるんですよ、うん、これはだからすごくうまくできてるなと思いますよねあちなみに一般財団法人簡易保険加入者協会中国地方本部って書いてますね民間会社っていうわけでもないんだ、まあ、中間団体というかねちょっと曖昧な よくある第三セクターじゃないですけども、うん、中間団体ですね天下り先ですよね、うんまあ、天下りの方の給料と高額な退職金になっているとそういうのを支える高額納税者であり高額負担者の我々 <laughs> 一般国民であるということですかねはいじゃあ今回はですね、まあ、お見舞い金トータルサポートでございます、うん、本当にお見舞い金が出るのかどうか実績がないんで全く分かりませんけどねこういったところはねお見舞い金結構出さなかったり出すにしてもね5年後とか10年後とかですからもう非常に支払いを遅くするんですよ そうしてる間にもあの勝手に復興しちゃいますから、ね、もしくはもう復興を諦めてどっかに行っちゃったりとかだからねよくよく吟味してでこれお問い合わせ先とかがあるんですよ。ハガキを送ってさらなる細かい資料請求とか多分その係の人営業マンがね家に来ていろいろとあの詰めてくるのかもしれませんけどね、うんまあ、そんなところですかはいじゃあ今日はこうやってねポストに。 通常、ゴミが入ってると考える方もいますけども、私の場合、YouTube にすることによって、この YouTube がね、おかげさまで再生していただいてますね。再生してくれてますね、ありがとうございます。まあ、何円か入ってるんですよ、これでもだから、どんな動画を上げても、私は収入になってるということなんですよね。YouTube 活動、ぜひね、お勧めしますんで、やってみてください。